はい、今回の動画はパワーポイントでスライドを作成をするときに覚えておくといいショートカットキーを2つご紹介したいと思います。それではね、早速1つ目ですけども、まずはですね、スライドをですね、新しく追加するショートカットキーですけども、これはですね、キーボードのコントロールキーを押したままアルファベットの M を押してください。はい、そうするとね、こういった形でですね、新しいスライドが1つね、追加されます。では次に2つ目のですね、スライドを複製するときですけども、まあ、パワーポイントでね、スライドを作るときっていうのは、同じような形のスライドをね、こう何枚も作っていくっていうケースが多いと思いますんで、そんなときにですね、このスライドの複製を使うとですね、非常に便利なんですけども、これはまず複製したいですね、スライドをですね、この左側のね、ところでね、選択をした状態で、コントロールキーを押しながら、アルファベットの D を押してください。はい、そうするとこういった形でスライドをね、複製、まあ、コピーをすることができました。このパワーポイントでスライドをね、作成するときのコントロール M とコントロール D ですね。ちょっとしたことではあるとは思うんですけども、覚えておいてもらえると作業の効率化につながると思います。それでは今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。